めっちゃいる、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 どうする、どうする、右でコルト倒そう、右コルト倒す、おらおら、全然いない、全然いない、はい、いいですか、いいですか、ほこりが、ほこり、めちゃくちゃほこりついてる、そういうと汚く聞こえるじゃんだってほこりって別にどこにでもあるからねあるけど、なんか毛玉みたいなのがさ、どう似合っとる、シャツが台無しだけど、だから俺ちょジャケット似合わせてあるんだよ、ね、まあ下が体操服だからダメだからさ、ジャケット似合ってるよね、ちょっとね、な、締めるとちょっとね、どう、いい感じ、ジャケット似合わない人っていい、いや、いるよ、中にはいるよ、いるかな、わかんないないや、例えばとか言えないじゃん具体例出したらおって俺絶対拾ってたよそう、はい、ということでどうも皆さんこんにちは、キヨキヨです、そしてよしよし、ジャケットが似合う男、さあ、いや、ジャケット似合わないよ、大原は。似合うよ、よこせよこせ、いや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 、もう大原が着れるやつないもん、いや 俺全部 S サイズ、俺、いやだよ、俺 S サイズ、やばいやばいやばい、8K だ、8K だというですね、皆さんソロバトルロイヤルは行ってますでしょうか、皆さんソロバトルロイヤル行くときにまあ1位を狙っていると思うんですけど、そんなのじゃないね、大原ね、すごいよね、毎回、うん、その振り方がもう甘いって毎回毎回してる、みんなやるでしょっつってからのバカ野郎って言った感じです確かにね、飴あげといてはいーってあげないで、はいーって感じで、飴とムチを一人で体験するということで、今日はそんな甘いということで甘いのか、目隠しバトルロイヤルやってました、バトルロイヤルをね、今日僕がソロでやっていくんですけども何してんの、要は僕目隠ししてブロスターをやります、ただそれだったら絶対勝てないじゃん、だから目隠ししてる僕を僕に大原が二人羽織みたいな感じで指示をする、指示して右に行ってとか上に行ってとか、え、それは何時方向とかなんか分かりやすい、あ十字時方向敵みたいな、いや上下右左、斜めは左下、左、右下、右上、なるほど、左上、それでいこう、今決まりましたで、やっていくんですけども、だからあの僕ん家にね目隠しがなくて、多分今で探した限りないんで、ヨットポーチしたタオル、ちげえよめっちゃいい香りのあの僕ん家は基本的にあの適当に入れるんですよ、洗剤を、あの洗剤大きな、いい匂いするでしょ理論でダウニーとかめっちゃ入れてるんだよ、ダウニーは柔軟剤だよ、あ、ダウニーめっちゃいい、俺ダウニーも入れる、それはだから僕はこういう状態、もうこういう状態、これ何も見えないもうすげえな、これ何も見えないからこれでやればいいんですよ、痛い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 、結ばんでいいでしょ別に、いやいや、ずるずるしちゃうわめっちゃ結んでくるわこれはい、これでマジで何も見えておりません、でよ、服脱いでるよ、行きたいと思います、じゃあ大原スタートしてく、ちょうだいよ、あ、待って、今キャラ何、キャラフランケン、フランケンで行きましょう、フランケン、フランケン範囲攻撃なんでね、どうする、終わった瞬間に俺全裸ってたのそれドッキリとしては面白いえ、それ誰かにやる、ワンちゃん目隠しクララをやって終わったらコウさんにやろう、よし、それいいね、ちょっとやろう、いいよ、待って、 iPad どこにある、 iPad 今、はい、じゃあスプレーをすよ、 OK お願いします、まあ音出していい、 OK、 それ音も縛ったらし死んじゃう、確かに、よし、お願いします、お願いします、じゃあプレイ、さあ行きましたね、あ、もう始めましたよ、音聞こえる、本当だ、箱の場所教えた方がいいですか、そうそう、箱の場、箱行きたい、左上、左、あ、右上からね、コルトがこっち見てる、やだ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 、じゃあ俺反対行くよ、オッケー、ね、今下が壁、もう下壁、端っこの壁、じゃあ毒来るじゃん、毒来るね、で、右にコルト消えた、消えた消えた、で、ちょっと右行って、右行って、右行って、右、右、上、あ、上、コルトが来た、え、左にリプリも、まずい、右行く、俺右行くよ、右にコルト、めっちゃ右にコルトいんの、めっちゃ撃たれてる、右にコルト、俺上に、左行っちゃダメ、シェリー来た、誰来た、シェリー来た、シェリー来た、じゃあ俺どこ行けばいいの、上にコルト、左にシェリー、どこ行けばいいんだよ、右行く、右上、右上、今どっかやってる、痛い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 、上、左行っちゃダメ、右上やばいなこれ、どう、今安全、上行こうか、上行くか、はい、オッケー、左上行く、上、それ右行ってる、上、オッケー、あ、コルト出た、バック、下、どう、ね、コルトがウルト止まった、やばい、左、上、ストップ、コルトがめっちゃ出てくる、ちょっと下、ちょっと下、いや、見てる、見てる、左だ、え、
今倒してくれない？倒してない、敵。敵か敵か敵か。めっちゃいる、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 どうする、どうする。右で、これ倒そう。右これ倒す。おらおら、全然いない、全然いない。右どこ行けばいい？左行って。左行きます。今そこ草むらの中なんですよ。あ、今草むら。もうちょい中入ろうか。もうちょい、なんか中って。上行くと、草むら入った。あ、オッケーオッケー。あ、安全だ、安全だ。アンチ、アンチ。あ、今残り人数何人？8人。え、まだ8人いんの？左側に来た。もうちょい上、もうちょい上。もうちょい上、もうちょい上。もうちょい。で、左の、あ、バック。バック、バックってない。バレた、バレた、バレた。バレてる、バレてる。どこ行けばいいの？どっちも行けない。あぁ、上だ、上だ。おぉ。だいぶね、絶望的な小中にいた。結構、結構ここにいたんですよ、今。あ、そういうこと。右下の草むらにいて、上に来ると、左にレオン。あ、これやべえ、ちょっと。ちょっと、これクソおもろいな。あーの、え、じゃあ、待って。あー、6だ。まとろ、変なくてよかった、変なくてよかった。なら、どう、むずかった。むずいで。これ、時々草むらからちょこって出るんだね。縫って出て、まつらって。もう一回、もう一回、トロ稼ぎたいね。もう一回いきますか。いや、でもいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。いきます、ポジン。よし。よし、お願いします。え、見えないんだね。見えない。あ、始まった。お願いします。ね、マップの左下からスタート。はい、あ、それも非常にいいね。箱取りたくない？ね、右。右。あ、ただ下にね、ペニーがいる。うん。右行こうか。音聞こえる、音聞こえる。今、箱殴ってる、ペニー。うん、音聞こえたわ。下。下？下行って。オッケー。あー、上。めっちゃ上がれてる。あ、ちょっと。攻撃、攻撃してみて。攻撃、攻撃。で、ちょっと下。左。左、左、左。よし、エナジー取った。え、マジか、取ったの俺。左上。左上、左上。左にボコボコされて。箱あるって。ただ右からブルーが来てる。マジか。上に行って逃げようか。上に行って逃げます。で、あー、これとインナー右上。右だね。右行きます。右、上、上、ストップ、ストップ。え、これ草むら？いや、草むらの中入った。ちょっと待って、ずれてきてる。あ、ダメダメ。よし、オッケー。痛い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 。今6人。6人、よっしゃ。上に来ると、上に来ると、多分下にブル、下にブル、オッケー。で、今草むらの中。ちょっと右行こうか。ちょっと右で、今左から毒霧が迫ってるって。なるほど、結構真ん中来てない？うん、真ん中の池の左の草むら。なんか結構真ん中いるじゃん、俺。真ん中よりだ。あ、出た、草むらが出た、今出ちゃった。上、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 右、上、あ、ストップ。あー、出ちゃった、左。あの、今3人だよ。マジで？あ、1になるぞ、1になるぞ、これね。誰もこんな縛り付けてるか思わない。確かに。ちょっと左、ちょっと左、ちょっと左。草むら入った。オッケー、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 オッケー。これただの放置プレイじゃないかい。あ、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 バレた。上、コルトに撃たれてる。攻撃するときポンっていって。オッケー、右、あー、上。オッケー、ポンポンポン。あー、今 HP がない。右、右、右って逃げよう。ウルト溜まってる？ウルト溜まった。溜まったらすごくね。ウルトの場所は分かんない。下、下、下、どっか勝ってる、どっか勝ってる。ウルト、左上、あ、でも待って、このまま回復しよう。あ、攻撃じゃない、回復したい。え、いい感じなの、いい感じなの。今2000。ただ今ね、やばい、下、下行って。やばいね、これ。上、左、いや、上、上、上、で、ウルト、ウルト。あー、えー、負けた。あ、ここか、ここで。結構絶望でやった。これ、ウルト無理だね。ウルトね、場所わかんない。押して攻撃してたよ。よすごいね、これね。これ、むずいね。いや、でもこれ、いや、俺ならいけるけどね。本当か。俺が教える立場だったらいけるけどね。でも、教えてる方楽しいでしょ。相当大変だ。あ、やべ、ちょっと出たわ、みたいな。確かに、ちょこんと出たら無理。ちょこんと出たとこを、見られていいんですよ。なんか、これとこっち来たみたいな。確かに。あ、やべえ。そっか。しかもさ、ブロスさんってこうさ、岩をさ、こう、くるくる回ったりするじゃん。あー、はい。で、こう、打って、打って、ドンみたいな。はいはい、それができない。できない。無理。無理だね。二人羽織クラロは、ブロスター。定期的に毒入ってたから。あー、いい香り、これ。あー、はい、香り。虫の香り。ちげえよ。なんか俺もう、好きなんだよね、洗剤の匂い。小学校の時さ、洗剤の匂いめっちゃする人いなかった。いや、いないでしょ。いや、いたよ。ダウニー、それこそダウニーの香り。ああ、柔軟剤か。ああ、ダウニーの香りする人いたよね。ああ、そういうことか。めっちゃ剣道最強だった人。
あ、分かった。めっちゃ、めっちゃダウニーの匂いしてるな。確かに。え、それダウニーの匂いする人って何なの？僕、違うんですよ。僕ね、僕ん家で、その、まあ、一人用洗濯機っちゃ洗濯機なんですけど、ダウニー、マジで満杯入れんの。ダウニーの香り好きだから。なのに、匂い別にしないんだよ。しないでしょ、別に俺ん家。あー、確かに。これもダウニーだ、あのタオルすごいけどね。このタオルすごい匂い。うん、匂いっていうか、すごい匂い。すごいダウニーの香り。ダウニー臭する。あー、なんでなんだろう。え、もっとダウニーがあってほしいの、俺は。そう言えばいいんだよ。いや、ちゃう、それは違うでしょ。なんか、もうほんと、だってさ、そういう人ってさ、近くにいると、香るじゃん。はいはいはい。それがすごい、羨ましいんだよね。なんなんだろう、ね、で、香水つけてたわけじゃないでしょ、小学校の時に。ダウニーの香水。ワンチャンある。もはやダウニー塗ればいいのだよ。確かに。え、香水ってつけるおはら。あ、最近つけんだよね、おしゃれだから。まあ、俺があげたんだけど。もらった、ちっちゃい、こんぐらいのやつ。違う、それ、なんで、そう、大原にあげたかっていうと、事故ったんすよ。あの、僕あの入浴剤に今でもハマってるんですけど、その秋に金木犀の香りすげえ好きだなって思って、あ、金木犀の香りずっと嗅いでたいなって思って入浴剤を買ったんですよ、アマゾンで。そしたらまさかの化粧品というか香水で、何を間違えたんだ。いや、俺金木犀入浴剤って調べたらそれが、まんちゃん、俺私は入浴剤説。嘘でしょ。でもすごいちっちゃいのよ。こんなんだよね。そうそう、すげえちっちゃい。で、すごい濃縮されてますみたいな。はいはいはい。で、大原がね、つけると、つけた瞬間わかる。匂いがすごいこと、すごい。でも俺好きだけどね、その匂いはね。ああ、うん。だからなんか不快な思いとかはないけど。あ、つけた。あ、おしゃれ。はい、おしゃれスイッチ入りましたみたいな。じゃあ全部使っていこうかな。全部使ったら多分大変なことになるよね。ポワッポワする匂いが。うん。臭いな。香水はでも好きなの？いや、買ったことないな。でもさ、俺が渡してさ、あちょっとはつける、大学とかにつけんって言ったりするの。全然全然。俺の大学はサンダルに安いスウェットと、いや、出た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 、あのロン、タートルネックにジャケットって、はいはい、あ、え、スティーブ・ジョブズじゃん。もうタートルネックにジャケット、スティーブ・ジョブズじゃん。確かに。うわ、えよね、大原ね、ちょ、ここだけの話なんで、ちょっとね、ここだけの話ですよ。俺も知らない、何で言うか、ここだけの話なんですけど、大原ね、ね、ね、いや、あのね、冬でもサンダルしか履かない俺、かっこいいと思ってさ。かっこいいとは思ってないよ。いや、これひどいよ。ちゃんと使い分けてるから、言っとくけど。あ、どうなん、そうなん、どうなん。雪やるときは靴履くよ。あ、雪遊ぶときは靴履くんだ。雪が道にあるときはサンダル履いたら凍るからね。あー、え、雨は？いや、サンダルない。うーわ。出た出た出た、中学校、小学校、高校でいるじゃん、冬なのに半袖のやつ。それでしょ、それでしょ。俺、靴下いらないからね。いや、だから寒いよ、靴下。俺は靴下、本当は苦手なのよ、実は。ほらほらほら。苦手だから、だけど、夏はずっとサンダル、本当にサンダル、本当に裸足。はい。ただ、もう冬はもう寒くて風邪ひいちゃうから。ああ。まあ、風邪はひくのかわかんないけど、まあ、足先が冷えると良くないみたいな、まあまあ、おばあちゃんの言い伝えであるじゃん。だから無理なんだよ。ただ、俺はね、寒くてももうええわってなるんですよ。上あったかいし、みたいな。いやいや、それは言い過ぎでしょ。ほんと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 。いやー、もう、すいたよなー。半袖のやつねー。半袖のやつかっこいいとか思っちゃうやつねー。はい、お願いします。そのシャツ着ながら言うっすか？いや、これはいい。俺は別に柄じゃん。いやいや、いたよなー、こういうコーンかっこいいとか持ってるやつ。いたっすよ。これはいいじゃん。だってこれはだって防寒具としても優秀だし。嘘だよ、半袖じゃん。ほんとほんと、防寒しないよ。いや、今日寒いよ、今日。今日シャツだけで僕寝てたんですよ、今日ね、朝。防寒して、いや、寒い。防寒こっちでしょ、絶対。いや、でもシャツだけで寝ると寒いって感じだけど、このコーン T シャツで寝ると全然寒くないんで。おー、布団があったかいから。まあ、布団が優秀なんだよ。布団が優秀だよ。コーン T じゃないでしょ。いや、コーン T は、じゃあコーン T 着るのと普通のシャツ全然違う、ほんとに。ほう、そうなんですよ。はい、ということで。わけがわからん。いや、違うんすよ。その僕の動画では、僕、雑談は大事にしたいなって思ってんだよ。ああ、うん。だってさ、なんかその、コンティ？いや、コンティじゃなくてさ、違う、俺は、俺でありたいんだよね。で、ご飯屋さんで例えると、その、ご飯を食べるだけの目的のお店って、まあ、普通なのじゃないですか。まあ、それこそジャンクフードとかもそうだと思うんだけど、はい、それってお腹を満たすためにあるじゃないですか。はい。だから僕のね、チャンネルポリシーとしては、その僕は僕でやりたいと。要はゲームだけ見るんだったら別に上手い人なんてたくさんいるわけだし、そうさとか思うんだよね。
はい、そう、だから僕のプロフェッショナルは僕は僕でやりたい。はい、ということではい、ということでいやー、まあでもほんとそうだよ、俺は。もうやべ、雑談が半分になっちゃう、やばい、それやばい、やばい、さすがに取りすぎた。何分？16分、7分、17分やばいな。え、こんなに喋ったけど全カットの可能性あるよ。使います。本日もご視聴ありがとうございました。今プレゼント企画中でございますんで、まだ応募されてない方ぜひとも応募お待ちします。だからこの、ま、ここまで見てる人もガチのファンですから嬉しい。プロだよもう。そう、まだチャンネル登録お済みでない方ぜひとこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますとね、最新の動画の通知などがいって見やすくなるかと思いますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちします。ということでご視聴プロ